小坂秀治は日本の司会、相撲評論家、著作家、アナウンサー。東京府東京市本属出身。東京高等司会学校卒業。東京高等司会学校を卒業後、司会となる。太平洋戦争で軍医として徴用され、終戦まで中国の陸軍病院に勤務。NHKTBS で、相撲等で、スポーツアナウンサーとして活躍。 1974年にアナウンサーを引退。1975年に、司会に復帰後は、相撲評論家、著作家としても活動し、白鵬時代の命名者でも知られる。司会診療所長を経て、自宅に総合維持研究所を開設し所長に就任し、患者の悩みごと相談を受け付け、患者、医師会、厚生労働省の意思疎通を図った。幼年期から相撲に馴染み、 学生時代が双葉山の前世と重なっていたこともあって、さらに没頭する。東京高等司会学校時代、翌日に解剖学の大事な卒業試験を控え、猛勉強中に双葉山70連勝ならずの一報が入り、その衝撃で試験のことが頭に入らなくなり、翌日追試験覚悟で臨んだところ、厳格で知られる。 試験官の藤立根太郎教授が相撲好きの人で、小坂くん、双葉山負けたね。と、いきなり話を振られた。試験時間の大部分が、双葉山の会話に費やされ、あとは簡単な高等試験だけで乗り切ることができた、という。この藤田教授には後年、相撲の席を案内して、大変喜ばれ、またやはり後年、この時のエピソードを双葉山に話したところ、 双葉山は、少しは、人の役にも立ったんだと笑って答えたという、卒業後司会になる。太平洋戦争で軍医として徴用され、終戦まで中国の陸軍病院で勤務していたが、特例で許された休暇を使って本土へ、帰還、1943年5月場所を観戦。この場所に全勝優勝した、双葉山の完成した土俵に感銘を受け、以後、 修正相撲を愛することにつながったという。終戦を機に何かしら相撲に関わる職業に就きたいとアナウンサーへの転職を決意。1947年 NHK に入局。面接試験で司会のような立派な資格があるのになぜアナウンサーになりたいのか。と問われ、今まで他人の口で稼いできたので、これからは自分の口で稼ぎたいのですと答えた。 1952年3月、それまで勤務していた大阪中央放送局から大見、正俊と共に、ラジオ東京へ移籍。大見と共に、KR 早々期のスポーツ放送を支えることとなった。大相撲中継では解説者の天竜三郎と、名コンビと言われた。また、スポーツ以外でも心臓病手術の模様や1953年9月6日の、スバル坂祭において、 実況を担当した。1961年12月にボイスオブアメリカへ出向し、1963年12月に TBS の編成局アナウンス部へ復帰。その後、企画局企画室報道局解説室委員、報道局報道所務部を経て、1967年11月15日には、 アナウンサー研修室の設置に伴い同室長兼、総務局付け就任した。1972年2月に TBS 不動産へ出向し、1973年3月に TBS を定年退職。1974年にアナウンサーを引退。1975年に司会に復帰。某は出向からの復帰後は、スポーツ実況の一線から退いたが、 解説出演時代の1965年3月から1966年3月までは、大相撲中継の解説者を務めた。TBS 退職後は1975年に、司会に復帰し、相撲評論家、著作家としても活動する。司会としては1989年に、司科診療所長を経て、自宅に総合維持研究所を開設し所長に就任し、 患者の悩み事相談を受け付け、患者、医師会、厚生労働省の意思疎通を図り、歯科医療を扱う執筆活動を行う。相撲評論家、著作家としては、相撲評論をはじめ、以後を扱う執筆活動を行う。相撲に関する著書や寄稿を膨大な数執筆し、双葉山から若隆までの歴代横綱のほぼ全員と面識があったという。 著書の中で、柏戸と大宝の白宝時代の語を最初に考えたのは自分だったと称している。評論は、双葉山を絶対ししすぎだという声もあるほど、双葉山信仰の熱いものであった。双葉山の相撲を見たことのない人は気の毒だ。また双葉山ですかと言われるのは、私の喜びとするところだと語っている。 現役大関の土俵態度を取り上げて、横綱の資格なしと断じたり、横綱審議委員会不要論を展開したり、双葉山を理想視する、あまり過激な論調になることもあった。一方で、高野花を双葉山の再来と評価し、品格があると称えていた。心情としては、自分の目で見たことのない力士については書かない、大力士と呼べるのは双葉山だけ、数字よりも、 内容重視、に場所連続優勝、即横綱ではない、無気力相撲かどうかは、あくまで土俵上の内容だけで判断する。裏に回って邪水することはしない、横綱になれない力士を大関にするな、などがあった。また、横綱に対して、大霊霊大横綱と大をつけて故障することに、対しても、何代目と呼ぶのは、先代が死去したり引退して、秒跡を引き継ぐ場合だ。 正しくは零々番目の横綱と呼ぶべきだとの持論を持っていた。読売新聞社発行の雑誌、大相撲では、場所後総評座談会の常連でもあり、同市上で相撲探求などを連載していた。2003年4月6日午後9時30分、胃がんのため、東京都内の自宅で死去した。85歳没、突起ない限り、 1955年3月までの出演はラジオ番組著書協調翻訳連載記事ありがとうございます。